はい、お疲れ様です。メディトラです。今回はクラッシュカップリーグのウォーゾーンとワンハイブの対戦から前回リプレイを紹介していこうと思います。で、スコア的には1個差で負けたんですけど、スタッツを軽く見ると3-1-6-12-15-12っていう感じで、12と10は勝ってたんですけど、11は倍のレートで負けるっていう感じですかね。結構負けたな、それは。まあ、ノーディップリーグの対戦になるんですけど、クラッシュカップリーグは、そういう対戦は同格能力の差が顕著に出やすい対戦になってるので、まあ、ちょっと難しいですね。では、早速、リプレイ紹介からいくんですけど、まずはジョカのドラグバットから見ていきます。ミックスの対戦を最近見てて思うのは、もうこの戦術は覚えるのを習得必須みたいな感じの戦術で、初見からまあガンガン取っていけるのもそうなんですけど、今回の対戦どうやったかな、半分ぐらいがドラグバットやった気がする。10は半分ぐらいドラグバットだった気がしますね。両サイドをヒーローでサイドカットしていって施設を取っていきながら、バルーンを点出しで黒バルの確認をしてドラゴンを面で押していく感じでバーッと出していきながら、対空の竹はボンバーで取りつつ、レイジを落として援軍は着衣処理とヒーローを進軍していきつつ、フリーズ、あ、レイジフリーズコウモリでマルチ IT 対空と他の施設を余波でという感じで壊していくんですけど、まあ、ドラグバットのすごいいいところはかなりのタイミングゲーっていうだけで、ドラゴン自体はそんなに早く進むわけでもなくゆっくり進んでいくので、タイミングを見て呪文を適時投入していったり、バルーンを投げていったりするだけでいいっていう、まあ、結構簡単に取れる展開戦術なのかなというのがいいところですね。で、まあ、そうこう言ってるうちに全開になってしまったんですけど、次見ていきます。次もドラグバットですね。今回は先ほどの両ヒーローで両側を取っていくのとは違って、片側をヒーローでずーっと、今回は9時から6時方向にですね、ずーっと下ろしていく感じで、反対側ベビーでカットしていきながら、対空砲を折って AD 取って、あー、着衣がかなり伸びてますね。これだけアチェクイが施設を削ってくれたら、初動のドラバルは全然死なないし、狭く厚く出していけるのがすごい事故りにくい出し方なので、すごいいい状況で出せてますね。で、あとはフリーズ、レイジ、コウモリをバーッと出していきながら、今回はそのドラゴンとか赤バルでマルチ IT の竹を据えてるので、コウモリが全然死ぬことがなく、ずーっとゆっくりゆっくり施設を削っていってくれてるっていうのがすごい美味しかったですね。1回目のジョカのリプレイも今回のリプレイもそうですけど、ドラゴンが全然死んでないですね。刺さらない陣ももちろんありますけど、刺さるような陣を素早く見極めることができればかなりの早いテンポで全開を取っていけるのかなと。で、次11位の全開リップですね。今回はクイラバで、クイラバは下からだったかな、6時をウィズで、クイヒヨコの4時の金山5時か5時の金山あたりからくぼみに入れていく感じで進めていくので、まあ、まず黒バルか黒バルで黒バック確認をしてから、ポーラーとベビーでカット入れていきつつ、
くい日を6時のくぼみに誘導していって火力が高くなるんで0時。でこれアップデコだったと思うんですけど、クロスがかなり強くなったんで、やっぱ2つ当たると0時が欲しくなるというところですね。でババキンで7時方向を、8時の方に向かってカットしていきながら誤爆確認をして壁を開けていきます。でまあウォールブレーカーがちょっと多めに出たので、援軍がビビに連れて処理していくという感じ で今回はこういう外壁が多くてくぼみになってるところが多い配置なので、まあ、ババキンをサイドカットに流すって言っても、ババキンを流すだけじゃなくてアチャクイの処理まで狙えるっていうのがすごい美味しいですよね。援軍を処理していきながらイーグルを殴る段階でジャンプを落として次のマルチ IT を狙っていく感じで、でマルチ IT を折る段階で次は9時側から空を始めていきます。ラバルーでおでんをつけてエイストで速度を上げていきながら、12時側はそうですね、ラバーにボマーをつけてバルーン少量で押していくという感じで、エクイヒーはちょっと力尽きるんですけど、トームでマルチ IT、WT の確保を制圧していきながら、12時からのボマーと合流して、残りがヘイストという側で押していくという感じで、まあ、レイジが余ったいいプランですね。で、次は、11のドラグバットだったかな。そうですね、11のドラグバットですね。で今回はちょっと日本ドラグバット紹介しようと思ったんですけど、そんなになんか余裕のある全開っていう感じはなかったですね。片側を両ヒーローを使って削っていきながら、片側をベビーでカットしていきつつ、まあ、この3時側の対空に関してはラバーを投げてドラを延命させていきながら、面が狭くなったところでレイジを2つ投げて面で押していくって感じですかね。すごいエースでドラゴンが散らばったのが痛かったですね。けどそれでも押していけるという感じで、クジ側はレイジコウモリで処理していきながら、そうですね、コウモリとか使うとドラゴンも誘導できていいですね。内側解説するのせいっていうぐらい、ちょっとドラコモリはあんまりなんか本当にタイミングゲーだなと思うぐらいのところで、対空砲の数もそんなに関係がなくて、レイジコウモリ、レイジフリーズコウモリ、レイジフリーズコウモリを落とすところの周りに何の施設があるかによってフリーズを落とすかどうかみたいなのを見極めるだけっていう超タイミングゲーの戦術なので、あんまりあんまり解説するところがないっていう。で次は結構余裕のあるドラグバットだった気がします。今回は3時12時面で面で押していく感じですね。両ヒーローで両側をサイドカットしていきつつ、バルーンで黒バッククリーンをしていってボマーを投げて、あ、両ヒーローで両側じゃなかった、ヒーローで12時9時側を見てベビーで反対側って感じですね。で今回もドラゴンにレイジを2つ面でかけて面で押していくっていう感じですね。
今回はコウモリの落とす位置がちょっと違うんですけど、イーグルの対空付近に落として対空2つイーグルその他施設って感じで壊していって、でマルチ IT 自体はそんなにドラゴンからしたら怖いわけではないので、ここまで主要施設を落としたらもうあとは簡単にドラゴンがゆっくりゆっくり進軍していって施設壊して全開っていう感じですね。覚えよう、ドラゴンバット覚えよう、強見てたら強いですね、これ。ドラゴンバットまだ使ったことないんですよね。なんかドラバレとか普通のやつはやったことあるんですけど。で、次12のリプレイですね。12は、どうなんですかね。ちょっとクイラバが多い気がしますね、12は。クイヒを7時方向から始めていきつつ、まあ、ちょっと6時の AT に竹が取られたのが痛いんですけど、あ、ヒーラーの竹が取られたのが痛いんですけど、まあモンスターボールみたいな角にジャンプでインしていくっていうプランですね。ババキンで6時5時と4時とサイドカットしていきつつ、レイジを落として速度を上げていきながらマルチ IT を壊して、このモンスターボールみたいな格好ちょっと美味しいですよね。クイヒ歩かせる分には。で、クローバックの確認をして、赤スキを殴っていって、ババキンがちょっと、かなりオーバーキルしたので、援軍が壁を殴った段階で連れてしまったんですけど、援軍を処理して、エース壊してイーグル殴ってる段階で次8時9時と空を始めていく感じで、選ばれ出し終えてボマーつけてオデンですね。でこの段階でアチェック以上で終わってますね。で、フリーズをかけて、対空2つ、ギガテスラ、クロスボウ。止める施設はかなり美味しかったですね。で、次、トームをかけて、進軍させていきつつ、外側から、少量ずつ伸ばるんで、ヘイストに乗せて押していきながら、もうここまで来たらもう、ボマーが全然割れてないし、近くですね。であとはボマー割ってバルーンの数で押していくという感じで、はい、前回ですね。で次はこれやったかな。そう、これですね。これもクイーラバなんですけど、12はイーグル側から入ることがすごい多いですね。全開狙うってなったら。全開狙うってなったらっていうか、全部全開狙ってるとは思うんですけど。クイーを11側から始めていきつつ、最初のテスラをクイーで取っていきながら、クイヒがある程度進んできたらババキンも進めていって、ここで小爆確認ですかね。で小爆がなくて援軍連れてレイジかけて落としていきながらフリーズを WT と IT に落として壁を開けていって、でちょっとかなり奥打ちになるんですけど、火力が低いのでこういう時は奥打ちでいいですね。着衣処理していって、これでイーグルも拾えるという感じで、イーグルとエースも拾えて、しかも
マルチ AT、次クロス、WT で狙って、次ここ壊したら多分壁殴ってもっと下に下がっていくんで、これかなり美味しいグイヒールドですね。あ、これ合流するんですね。で、ラバルを展開していきながらおでんをつけて、永遠逆らわない出し方したんですね。で、レイジに乗せてマルチ IT 区画を一気に破壊していきながら、これすごい数ですよね数すごい。で、あとはトーマをかけて、もうこれだけの数いたらね、余波で全開という感じですね。で、最後 12V12 のリプレイをもう一つ。これもクイラバですね。今回は十字側から始めていって、口方向をベビーとバルーンで、ベビーで AT のタグを取りながらバルーンでAT をカットしていくという感じで、サイドカットを進めていきつつ、クイを11時方向に上げていきながら、今回ウォールブレーカー積んでないのでボマーで壁開けをしていく感じですね。ボマーで壁開けるときはやっぱエースが向いてないときがいいですね。エースが向いてたらすごい押されて、プランで練った段階の位置を壁開けできないので。で、12時側はババキンでサイドカットしていきながら、援軍にはペッカが入ってますね。ペッカ、バルキリーとウォールブレーカーですね。12時から3時に押していたババキンが施設のターゲットを取っていきつつ、12時の対空をウィズで取れたのも大きいですね。で、ここはペカヒになっていって、施設を取っていきながらイーグル取った段階でソラスタートですね。トームをかけて、着衣のクロークで最後ギガテスラを落としていきながら、レイジに乗せてギリ押し切っていくっていう感じですかね。ということで、今回はウォーゾーンとワンハイブという、個人的に結構興味があった対戦だったので取り上げたんですけど、この対戦から10を2本、11を3本、12を3本紹介していきました。では今回はこれで終わろうと思います。次はどうしようかな。次は久々に自分のなんかリプレイでも解説しようかなと思います。では今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。